近年の戦争では空を制することが勝利への鍵です。しかし戦闘は国の玄関前だけでなく海の彼方でも起こり得ます。そんな時必要となるのがこちら。航空母艦です。海軍において空母は艦隊の中で最も重要な戦艦です。海の上の空港と戦艦の役目を同時にこなします。この巨大な空母には様々なハイテクが詰まっていますが、それらのルーツをたどると意外なところに行き着きます。補聴器、よーく分かったよ。システムの効果は間違いない。何の問題もないだろう。ブーメラン、いやー危ない。種まき機、見ての通りだ。タワーブリッジ、3、2、1、ものすごい量のエネルギーが放出された一度にね。そして宇宙開発競争です。今イラストリアスに乗っています。イギリス海軍のインビンシブル級航空母艦です。ここは海の上の空港。ハリアー戦闘機やヘリコプター艦隊などがここから飛び立つわけですが、戦闘区域で24時間稼働させるのは簡単なことではありません。空母は巡洋艦やフリゲート艦、補給船などと戦闘群を形成して戦地へ向かいます。主な役割は敵を攻撃するため、水平線の彼方へ向かう戦闘機を離陸させることです。その任務を果たすため1000人以上のクルーが鋼鉄でできた船体の中に寝泊まりしています。デッキの下に降りると空母でも他の戦艦と変わらないように見えます。でも空母には特殊な役割があります。それはいつでも戦闘機が離着陸できるようにしておくことです。デッキは水平でなければなりません。もし荒波でデッキが激しく揺れたら大変だろうということは僕にも分かりますが、実際のところ5度以上の傾斜があるだけで離陸できなくなってしまうんです。そんなことでは意味がありません。戦闘は常に起こり得ますし、波がいつ荒れるかも分かりません。イラストリアスは2万2000トンという大きさですが、海はもっと広大です。フライトデッキを常に水平に保つのは難しいことです。そんな空母の状態をヘリコプターに乗って上空から確認します。空母を上空から見ると遠近感がおかしくなります。空母はとにかく巨大です。すごくすごく大きい。でも海はもっと大きいので、激しく波が荒れたら揺れるだろうと容易に想像できます。でもそれでもイラストリアスは安定しているように見えます。4枚のフィンスタビライザーによってそれが可能となっています。前後2枚ずつのフィンで水中を飛ぶように航行するのですが、そこにブーメランと同じ原理が働いています。ケンブリッジ大学で工学の講師をしているブーメランのエキスパート、ヒュー・ハントに話を聞きましょう。ヒュー。いや、リチャード。ブーメランを持ってきた。なるほど。それがブーメラン？店の人に勧められた。これこそがブーメランだ。これとは全然違うね。わかりやすいように説明しよう。一般的なブーメランでね。これを2つくっつけると、X の形になるだろ？オリジナルのブーメランは、こっちの形だったんだけど、もっと効果的に楽しむにはこういう形の方がいいんだ。それを使って投げ方を教えてもらえる？それでもいいけど、初心者向けのブーメランを使おう。このサイズがいい。それ？これだ。
わかった。いいよ。持ってきたブーメランは置いておく。初めてなんだけど、どうすればいい？まず、風を見てみよう。だいたいこっち向きだ。右斜め45度ぐらいに向かって投げるんだ。風に対して垂直に飛ばす。スピンをかけるようにしてね。こうだね。そうそう。よし、さあキャッチして。ダメだった。見てなかったでしょう。集中が必要だ。キャッチしないと。もう一度やらせて。それからブーメランの仕組みを教えてくれよ。なぜ戻ってくるんだろう。これはジャイロスコープのような動きをするんだ。ジャイロ効果というんだが、どんな場合でも一度回転し始めた物質は同じ回転軸で回ろうとする。ブーメランが戻るためにはブレードの形が重要です。流線形になっていると回転を続けながらカーブするのです。それを投げるの、人にぶつかったら大変だ。意外と軽い。バル素材でできてるんだ。それは上級者用のブーメランだろ。私が投げるよ。何の問題もないだろう。やぶれ。ブレードが流線形になっていないものは回転しながらまっすぐに飛んでいくだけです。ジャイロ効果が働くので、ブーメランは長い距離を飛びながら安定を保つことができます。回転が速いほどその効果は高まります。オリジナルのブーメランはその特性を生かし狩猟に使われていました。これはオーストラリアの手作りブーメランで、戻ってくるようには作られていないんだ。戻ってくるブーメランとは違って狩猟用ブーメランとして作られた。だからこれを投げるとずっと向こうまで飛び続けるよ。昔は獲物に向かって投げたんだね。もともとの目的はそうだった。お腹が空いてる時、鳥の群れが見えたとしよう。近づいていったら気づかれて逃げられてしまう。石を投げてもいいが、こういう揚力のあるものならより遠くまで飛ばせる。激しく回転しながら鳥の群れをめがけて飛んでいくんだ。鳥に当たるように投げたの？鳥の群れめがけて投げて、驚いて飛び立つ鳥の中の1羽に命中するようにしたんだ。鳥に命中させるのか。すごい。やってみて。木に命中した。ジャイロ効果はブーメランだけに起きるわけではありません。トレーの片側を持っていてくれ。コマを回すから。軸を中心に回ろうとするから、トレーを傾けても。分かったぞ。傾けても水平を保とうとする。同じ軸を中心に回ろうとし続ける。トレーをどんな風に傾けてもコマは同じ軸を中心に回り続けます。空母のフライトデッキを水平に保つためにこの効果が使われています。仕組みを確かめるため特製のジャイロスコープを用意しました。自在に向きが変わる回転ディスクです。確認だけど、動いてるのはこれではなく僕らだ。コマと同じように土台のトラックが動いても同じ軸で回り続けます。私たちにはジャイロが向きを変えているように見えるけど、そうじゃない。実際に向きを変えているのはトラックだ。トラックの動きに従って向きが変わっていく。つまりディスク自体は同じ軸で回転しているということだ。僕らがディスクの周りを回っているだけでね。ダイロスコープと船との動きの差を測定し、その差を補正すれば船は揺れません。この空母ではただ一つの目的のためにジャイロ効果を利用しています。波がどんな状態でも常にフライトデッキを稼働させられるよう船全体を安定させるという目的です。ここがジャイロスコープルームです。2つのジャイロスコープがあります。サイモン、どこにあるのかわからない。ここかな。そう、ここにあります。ジャイロコンパスシステムです。ここで2つのジャイロが回転しています。1つは垂直、1つは水平で、回転数は毎分11,800回転です。船が揺れてもジャイロは安定しているので、その差を測定し縦揺れ横揺れに対応するのです。イラストリアスのジャイロは先ほどのジャイロの8倍の速さで回転しています。
回転が速ければ速いほどジャイロ効果は大きくなり安定し、そこから導き出される測定値も正確になります。船が縦や横に揺れるとその情報がスタビライザーに届き、スタビライザーはフライトデッキを水平に保つように調節を行います。狩猟のために作られたブーメランのおかげで空母のフライトデッキは常に水平、常に航空機が飛び立てる状態でいられるわけです。戦闘機の中隊を数分で離陸させるためにどんな技術が使われているのでしょう。イラストリアスは敵に大打撃を与える力を持っています。戦闘区域では戦闘機やヘリコプターの離着陸でフライトデッキはフル稼働。しかし全ての航空機が即離陸できる場所にあるわけではなく、デッキ下に格納されている航空機を迅速にデッキまで運ばなければなりません。この巨大なリフトに乗せて運ぶんです。これは後部にあり、もう一つは前部にあります。各リフトの重さは70トン、格納庫とデッキの間を36秒で移動できるんです。このスピードは重要です。戦闘区域においてはとにかくできるだけ早く航空機を離陸させたいですからね。ここには古くからの技術が使われています。このリフトは油圧で動いています。大抵の油圧装置はパワーがあるものの動きが遅く、航空機を持ち上げることはできても時間がかかりすぎます。その問題を解決するのがこれ、蓄圧機です。見た目では分かりませんが、油圧装置の圧力をかなり増やし、それによってリフトのスピードが速まることになります。リフトが迅速に航空機を運べるのはこれのおかげなんです。発明したのは19世紀の技術者ウィリアム・ジョージ・アームストロング。アームストロング法の発明で有名な彼は水圧クレーンも発明しました。当時のクレーンは圧力が低く不安定でした。そこでアームストロングは高い圧力を生み出す新装置を発明したのです。アームストロングが発明した蓄圧機はロンドンのランドマークにも大きく貢献していました。タワーブリッジです。イギリスの産業発展が頂点に達した頃、ある問題が生じました。人口増加に伴い巨大な商業船が往来するようになっていたテムズ川に橋が必要になったのです。そんな場合最適なのは跳ね橋でした。普段は歩行者や自動車が渡り、船が通るときは橋桁を開くという方式の橋です。各橋桁は85トンの重さに耐えられ、2つに分かれる橋桁の重さはそれぞれ1200トンです。開閉のスピードも重要です。橋が開通した1894年、1年で6000回も開閉しました。稼働時間の20分に1回です。橋桁を開くための水圧を提供していたのは蓄圧機です。当時としては最大級の蓄圧機でしたが、現在開閉は電気で行われています。タワーの地下に降りてきました。上に見えるのは開閉する橋桁です。時々この上を自動車が走っていく音が聞こえます。橋桁が開くときはあの白い部分が重りとして働き、こっちの空間に降りてくるんです。あまりここに長居しない方がいいでしょう。これがタワーブリッジの地下に今も残る蓄圧機の一つです。もともとは水圧装置に6つ設置されていました。見ての通りとても大きいです。一つの重さが100トンあり、この空間で上下していたのです。ビクトリア時代の技術は偉大です。大きな工具を使ったんでしょうね。ビクトリア時代の古い技術が今の技術の土台となっています。現代の技術者ゲラント・オーウェンに話を聞きました。さあいよいよ蓄圧機の仕組みを解明しますよ。ゲラント、君が作ったこの蓄圧機、パイプやフットポンプがあるね。
パイプとフットポンプが目立つけど、これはタワーブリッジの模型なんだ。君にポンプを押してもらって、橋桁を開いてもらうよ。船が通ることを想定して一生懸命押してくれ。ポンプを押せば橋が開くようになっている。これが橋で、船がやってきたとしよう。ポンプを押すだけで橋が開くのか。開いてきたぞ。押せば押すほどタワーブリッジが開いていく。君の動きと連動して橋が開く。単純な水圧機だよ。ポンプとピストンを使ったね。ああ、蓄圧機だとどう違う？今みたいに同時進行で力を加えるだけだと、橋は君がポンプを押すのと同じ速さでしか開かない。そうだね。ところが蓄圧機を使ったらどうだろう。次は君の力を蓄圧機に蓄えよう。これが蓄圧機だ。またポンプを押して、すると同じだけのエネルギーが蓄圧機に溜まっていく。君がポンプを押し続けるとピストンに力がかかり、水に圧力がかかり続けるんだ。それぐらいでいいだろう。今までのエネルギーはここに蓄えられたから、必要な時にいつでもバルブを開ければ橋が開く。船が来たとしよう。バルブを開けると滞りなくスムーズに開くんだね。エネルギーの量は同じだ。エネルギーをそこに蓄えるんだね。そして必要な時に使う。その通り。水力を貯めておく電池みたいなものだ。蓄圧機はエネルギーを蓄えておき、必要な時に放出します。蓄圧機が多ければ多いほど蓄えられるエネルギーの量が増え、スピードも上がります。イラストリアスの各リフトには4つの蓄圧機があり、システムの圧力を17200キロパスカルまで上昇させられます。乗用車のタイヤの空気圧が200キロパスカル程度、それと比べればかなりのエネルギー量です。タワーブリッジの模型で蓄圧機の原理は分かりましたが、もっとよく知るために大掛かりな実験を試みました。油圧ポンプと62馬力のエンジンで傾いたトレイラーに乗せた自動車を引っ張ります。そして同じエンジンとポンプを使って蓄圧機にエネルギーをチャージし、一度に放出したらどうなるかも確かめます。それには何本もの蓄圧機が必要です。この現代式の蓄圧機には窒素ガスが入っている。現代の蓄圧機の内部には風船のような袋があり、高圧ガスが充填されています。下から油圧油が上がってくると袋は圧縮し、エネルギーを蓄えます。そしてエネルギーが必要になった時、バルブを開きます。すると圧縮された袋は素早く膨張し、元の大きさに戻り、油圧油が高圧で押し出されるのです。エネルギーを蓄えるという仕組みは同じだね。油圧油を押し込む力を貯めておいて、必要な時にその力を解放するわけだ。窒素は圧縮されていて。そう、圧縮されている。それ解放するとエネルギーが一気に放出される。原理は同じだ。まず蓄圧機なしで実験するんだよね。その通り。ポンプは押さなくていい？必要ないよ、エンジンがあるからね。エンジンをかけて。ありがとう。油圧ポンプによる25キロパスカル強程度の圧力で 0.5 トンの車を引っ張ります。動きましたが速度はゆっくり。ポンプを押しながら橋を開いた時と似ています。しかし蓄圧機にエネルギーをチャージすれば圧力を上げられるし、多くのエネルギーを放出できます。非常に多くのエネルギーを放出できる。なんだか怖いな。本当に必要な量よりずっと多くのエネルギーを貯めて、それを一気に放出したらどうなる？怖がってるのは僕だけ？それとも本当に危険？蓄圧機はとにかく大量のエネルギーを蓄えているから、当然危険性もある。なるほど、僕の懸念は当然なんだな。蓄圧機にエネルギーをチャージすると10分で 24,100 キロパスカルの圧力が蓄えられます。そしてエンジン23個分と同じエネルギーを一度に放出します。 OK、 みんないいか？スイッチを入れるぞ。 3,2,1。 ものすごい量のエネルギーが放出された、一度にね。うまくいった。そうだね。でも影響も見てみたい。ダメージを調べる？あ、
車が空を飛びました。蓄圧機から放出されたエネルギーの威力です。傷んでるでしょう。すごいな。一瞬のリフトの証拠にビクトリア時代と現代の技術が詰まっているのです。これまではスタビライザー、リフトと明らかに空母の稼働に欠かせないものを見てきました。しかし航空機を飛ばし続けるというのは非常に込み入った作業なので、思いもよらぬものが欠かせなかったりするのです。一つは水を作るための機械、もちろん海水ではなく真水です。イラストリアスは多くの水を必要とします。イラストリアスでは1日に20万リットルの水を使います。2日分しか積み込めない計算です。飲み水としてだけではなく、航空機の機体や機材を洗い状態を保つためにも使います。3、2、1、点火、発射。リフトオフ30分後。宇宙飛行においても空母と同じぐらい水を必要とします。地球の海上で水の確保に苦労するのですから、宇宙に出たらもっと大変です。1960年代、旧ソ連との宇宙開発競争の中で NASA はその問題に直面しました。ジェミニやアポロが宇宙飛行をした際には水を持っていきましたが、それでは長期にわたる宇宙飛行を実現できません。そこで逆浸透という技術を使った浄水方法が編み出されました。逆浸透を理解するにはまず浸透を理解しなければなりません。浸透とは水が膜を通る現象のことで、地球上の生物には欠かせません。植物が浸透を利用して根から水を吸うように、全ての生き物が同じようにして細胞を維持しています。膜で隔てられた2室に濃度の異なる溶液がある場合、水は濃度の低い方から高い方へ流れます。つまり真水から塩水へ。これが浸透です。水の分子は両方の濃度が同じになるまで流れ続けます。フランク・プライヤーが実験を見せてくれました。巣につけて殻を溶かし、膜だけが残った卵です。卵の殻の下にあるごく普通の弾力のある膜だね。まだ浸透は起きていないんだろ。まだ起きてない。やっぱり。でも一つをその水の中に入れて、もう一つをシロップの中に入れると、しばらくして変化が起こる。なるほど。じゃあこれを水に入れよう。ここでいいんだね。そうだよ。 OKOK。 1個はこっちに入れて、okay. そう、しばらくこのままにする。浸透には時間がかかるからね。ここで浸透が起こるんだ。そうだよ。下にあるのは、これは前もってつけておいたものだ。準備がいい。どうぞ。まず水につけたのを見てみよう。卵の元の大きさと比べてみて。大きくなってる。その通り。どうしてこうなったかというと、膜が伸びる限界まで水が卵の外から中に移動したんだ。しかしシロップは卵より濃度が濃いため、卵の中の水分が外に出て卵はしぼみました。浸透によって卵の中より濃度の高い外に水分が移ったから、その結果卵はしぼんだわけだね。この実験で浸透がどのように起きるかよく分かりましたが、この現象が空母や宇宙飛行にどう関係するのでしょうか。1960年代、ケネディ政権は研究者たちに海水から真水を作る方法を開発させていました。元来の目的は砂漠を緑化することでしたが、 NASA は宇宙飛行へ活用を思いつきます。長期間の飛行を可能にし、宇宙開発競争で旧ソ連に勝つためです。当時人工的に真水を作り出す方法といえば上流ぐらいしかありませんでした。
しかし UCLA の研究者がより安上がりで奇抜な方法を考え出しました。まず彼らは水溶液でバクテリアやウイルスと比べても最も小さい物質は水の分子であることに着目し、水の分子のみが通れる小さな穴の開いた膜を作りました。あとはその膜に水溶液を通すだけで、理論上は真水だけが反対側へ通り抜けることになります。でも一つ問題がありました。浸透です。さっきの実験で見たように水には濃度の高い溶液に向かって流れる性質があります。 UCLA の研究者が考え出したのはその逆、つまり逆浸透です。自然の浸透に逆らって濃度の高い溶液が反対側へ流れるように圧力をかけるのです。空母にとって幸いなことに水は周りにたくさんあります。しかし不運なことに、それは航空機やクルーが必要とする真水ではありません。これで飲み水を作れるんだね。これで海水から飲み水を作る。 OK、 やってみせて。これが膜だ。おお、本物？本物の膜だよ。フランク、穴が見えない。肉眼では見えない。でも実際に穴が開いてるんだね。たくさん開いている。どれぐらいの大きさ？ここにある穴は 0.5 ナノメーターだ。髪の毛が72000ナノメーター、バクテリアが10000ナノメーター、ウイルスは100ナノメーター、穴は 0.5 ナノメーター。とにかく小さいんだ。この膜を作るのは大変だろうけど、とにかくたくさんの穴が開いてるんだね。なあ、膜をこの中のコイルに巻いて片側から圧力をかける。押すだけだ。イラストリアスの状況を再現するため海水を作りました。ああ、まずい、塩水だ。塩水は飲みたくないだろう。いや、もちろん嫌だ。 OK、 それを飲み水に変えよう。バケツは床に置いてもいいかな。それがいい。海水はここに置いといて、海ってことにしよう。約2秒ごとにポンプを上下させると、こっちに真水が出てくる。僕がポンプを押さえた。パイプを持ってて。 OK、 下げて1、2、上げて1、2。そうだ、ゆっくりね。ほら、水が出てきた。空母ならこれで水の問題は解決するでしょうが、海水があるわけではない宇宙ではどうするのでしょう。宇宙では海水ではなく尿を浄化する。宇宙では水は非常に希少なんだ。じゃあここに自分の尿を入れるんだ。尿を？そう。その実験はしたくないね。そうだね。素晴らしい技術だというのは認める。本当に素晴らしいよ。その通りだ。さあ、そろそろ味見をしてみようか。もう？これは飲める水なんだね。さっきはこれが塩水だった。そう、塩水だった。 OK、これでいい？どうもありがとう。僕の分も。 OK、 乾杯。乾杯。どうかな？どうぞお先に。どうかな？僕の味覚では真水としか感じない。そうだろう。すごいことだ。綺麗な水ができた。あのひどい塩水からね。浸透圧の倍の圧力をかけると水は膜の向こうに通り塩だけ残る。すごい発明だ。乾杯。乾杯。逆浸透は1960年代から脱塩の方法として使われてきました。NASA が宇宙でも使える浄水システムを開発した時点で、すでに月面着陸は成功していましたが、現在浄水システムは国際宇宙ステーションに導入されています。そしてイラストリアスでも毎日必要な20万リットルの水を作り出しています。宇宙で水を手に入れることができないおかげで、 NASA が浄水システムを開発し、イラストリアスにも活用されました。しかしこれは戦艦です。敵の攻撃をかわす防衛システムも必要です。空母には敵の攻撃に対抗する包括的な防衛システムが備わっています。どんなスポーツのコーチも、勝つためには攻撃力だけではなく守備力が大事だと言います。戦争でも同じです。
空母は戦闘区域に配備されるので厳重な防備が必要です。空母の戦闘機が敵のミサイルを撃ち落とせなかった場合、周りの戦艦がミサイル迎撃ミサイルを発射します。それも失敗した場合、フレアやチャフなどでミサイルの誘導を妨害します。2、1、発射。ミサイルがそれらを全て通過してしまったらどうするのでしょう。防衛の最終手段を担うのはこの機関砲です。これが的を外したら空母と空母上の全てのものは海の藻屑となります。しかしこれは普通の機関砲とは違います。防衛システムを全てすり抜けたミサイルなどを迎撃する兵器システム、ゴールキーパー。一度に30発までのミサイルを追跡し、優先順位を決め、30ミリ口径のガトリング砲で迎撃します。その全ての工程は自動化されており、手動ではそれ以上の速さも精度も望めません。イラストリアスには3機搭載されており、360度カバーできます。この最終防衛手段は26歳の発明家が種まき機という意外なものから着想を得て生まれました。王立農業大学のニコライ・トーマソンに18世紀の種まき機を見せてもらいました。耕す、種をまく、ならすが一つでできる機械です。優秀な機械だね。一度にいろいろできる。種の入ったホッパーの部分がポイントかな。よく見せて。いいですよ。ホッパーの底は簡単な計量装置になっています。機械を止めましょう。部品を見てみましょう。簡単に取れます。ここが計量装置の働きをしていて、これが車軸です。車輪が回るに従って自然に適量の種が落ちるようになっています。車輪が回転するごとにね。よく見せて。これが回るんだね。車輪と一緒に回転する。重力で種がここに落ちてくる。こうだね。そこが計量装置です。とても単純な仕組みです。馬が退屈しているようだ。ありがとう。1800年代中盤、種まき機はアメリカの農業に変革をもたらしました。業者は既存の種まき機に機能を加え、財を築きました。しかし発明家はそれをさらに応用しました。1862年南北戦争の最中、戦闘配備につく人数を減らして死亡者の数を減らそうと画期的な武器を発明したのです。重力に従って種が落ちるという簡単で速い機能に着想を得て、種を砲弾に置き換えました。そうして簡単で速い装填が魅力の機関砲が生まれたのです。発明家の名はガトリングです。そう、26歳の発明家とはリチャード・ジョーダン・ガトリン、機関砲の生みの親であり、ガトリング砲の設計者です。王立武器庫博物館の学芸員ピーター・スミサートが初期のガトリング砲を見せてくれました。海軍の 16.5 ミリ口径のガトリング砲です。非常に重い台座に乗っていて、台座ごと船のデッキに固定されていました。向きはハンドルで簡単に変えられます。すごく大きいね。大量の金属が使われているから重そうだ。これは最初のガトリング砲の11年後に作られました。設計者は偶然にも先ほどの蓄圧機の発明者として紹介したアームストロングです。アームストロングはオリジナルのガトリング砲の装填方法を改良しました。1862年に発明された最初のガトリング砲はここに弾倉がついていて、手動で砲弾を装填する方式でした。つまり種まき機みたいに重力に従って砲弾が落ち、砲身に装填されるわけか。そうです。それぞれ目的は違うけれど原理は同じだね。ガトリング砲の仕組みは単純で機能的、非常に優れた兵器です。どれぐらいの速さで発射できたのかな。毎分400発ぐらいは可能でしょうが、非常に重く扱うのに体力を要するため、平均で毎分200発程度だったのではないかと思います。その130年以上後に誕生したゴールキーパーは最新式のガトリング砲です。改良も加えられてはいますが、多方針の原理はオリジナルと変わっていません。
イラストリアスではハリー・フェントンが管理と砲弾の準備を担当しています。これは訓練用の砲弾です。本物はお見せできません。本物じゃなくていいよ。すごく大きいね。ここから砲身に装填されて一気に発射されるわけだね。何発ぐらい？毎分4200発、毎秒70発ですね。これが毎分4200発も？そうです。毎秒70発も発射される。飛んでくるミサイルや戦闘機を粉々にします。破壊力と精度が両立してるんだね。とんでもない数の砲弾が標的に向かって正確に発射される。コンピューターと誘導装置が優先順位をつけて標的を決め、ここから砲弾を発射するわけだ。すごいな。当然のことながらゴールキーパーの発射を見せてもらうことはできませんでした。その代わりこの広大な採石場にやってきました。ここを利用して破壊力と精度の両立について理解を深めるために実験をしようと思います。デイブ・ウォールズは狙撃用ライフルの設計者です。ライフルを使ってゴールキーパーの機能を再現してくれます。これは AS50 半自動小銃だ。主に対物ライフルとして使われていて、ヘリコプターや戦車を撃つためのものだ。精度を保てるのはどれぐらいの距離まで？2000メートルは軽い。なるほど。その距離なら正確に撃てるよ。どれぐらいの精度か見てみよう。とてつもない破壊力で精度も高い。よく分かったけど、僕が知りたいのは弾が何発も発射されるショットガンみたいなものでも精度と破壊力が両立するかどうかだ。分かってる。銃は何丁あるの？ライフル5丁を同時に発射する。さらに段階を上げて実験をするわけだね。よし、やってみよう。スタンバイ、スタンバイ、発射。精度が高く破壊力がある上に弾の数が多いと標的に大きな打撃を与えるね。その通り、標的を粉々にしてしまう。そうだね。今のでゴールキーパーの機能にだいぶ近づいた。弾の数を増やしたからね。弾の数が増えても精度は高く破壊力も十分だった。見ての通りだ。ゴールキーパーの砲弾の速さは音速の3倍以上です。2キロ先までの標的を命中から 1,2 秒で破壊します。若き発明家と種まき機のおかげでイラストリアスは素晴らしい防衛手段を備えることができたのです。ここは空母の司令室です。彼らは危険がないかどうか常に監視を行っています。レーダーに光点が映れば何かが近くにあるということです。これまでに紹介したハイテクの防衛システムでも対応しきれない武器があります。第二次世界大戦中、ドイツ軍が多用していた磁気機雷、水中に敷設されている爆弾です。磁気機雷は船と接触しなくても爆発します。地磁気の乱れを感知するのです。地磁気は船のような巨大な金属が近づくと乱れます。もちろんこれは本物の船ではありません。リモコンで動く模型です。これで機雷の原理を確かめます。海に見立てたプールの中に機雷を仕掛けました。船の磁気を再現するために木製の船に磁石を設置してあります。よし、出版だ。確かに磁気機雷は危険です。まさに脅威です。
イギリス海軍は幸運にもテムズ川に投下される途中で機雷を見つけました。ドイツ軍の武器を詳細に調べる大きなチャンスを得たのです。潮が引いた時、一人の士官が磁気を帯びない工具を持ち、機雷を除去しに向かいます。任務が成功すると起爆装置を外して X 線撮影しました。翌日までに対策が考え出されます。その着想の元となったのは意外なものでした。補聴器を補助する磁気誘導ループです。1937年、ロシア人の技術者ジョセフ・ポリアコフが耳の聞こえを良くする新たな設備を編み出しました。磁気誘導ループです。補聴器の音が増幅されクリアになります。現在さまざまな公共の場に取り入れられています。この設備の元になっているのは電気と磁気です。まずマイクが音を電流に変換します。その電流がコイルを通ります。すると電流が磁気を生じさせます。これが磁気誘導ループです。磁気の範囲内に位置するコイルはその磁気を釣り合いの取れる電流に変換し直します。増幅された音は磁気の範囲内にいるコイル搭載の補聴器をつけた人なら誰でも聞くことができます。音を増幅させる設備で機雷の爆発を止められるのでしょうか。事実爆発を止めるのは不可能ですが、機雷が船の存在を感知できないようにできます。電気技師のアラステア・バランタインがどういう仕組みなのか教えてくれました。これが大きな空母だと考えよう。これが磁気機雷に近づけば機雷は爆発する。どうやって止めるんだい？電流がコイルを通ると磁気が生じる。船の磁気を打ち消すには電流の通ったコイルがあればいい。ポリアコフが磁気誘導ループに用いたのと同じ原理で新たな磁気を発生させます。機雷が船を感知できないようにするためにその磁気で元来の船の磁気を中和するのです。あとはただコイルに電流を流せばいいんだね。ああ。そして磁気を発生させる。船は僕たちの目の前から消えるわけじゃないけど、磁気センサーには探知されなくなる。そう。機雷にも探知されない。鋼鉄でできた船の磁気特性は試運転の時点で計測できます。その磁気特性を参考にして船体にコイルを巻き逆の磁気を発生させます。そうすれば元来の磁気を中和することができるのです。船体下部のこの部屋で200アンペアの電流が作られていて、船体を巡るコイルに流されています。模型の船でもうまくいくでしょうか。成功する自信ある？かなりあるね。そう？な？船も機雷も予備を用意してあるから、とにかくやってみよう。念のため安全な距離まで下がりました。さて準備は完璧だね。ああ、あのシステムが船の磁気を中和する。そうだ。下にあるのが磁気機雷だね。そうだ。今から磁気機雷をオンにしても何も起こらないわけだね。うまくいけば。あのシステムによって磁気が中和されて機雷が船を認識できないんだろ。そうだ。僕しつこいかな。そうだね。やっぱり。よし行くぞ。うまくいけば何も起こらないはずだ。こうなったのはシステムが船の磁気を中和したからなんだね。だから爆発しない。成功した。ああ、本物の船で実際に使われてるシステムだけど。ああ、そうだね。模型でも成功した。そうだ。さらに効果を証明したい。システムのスイッチを切って。システムのスイッチを切ったら船の磁気が元に戻って機雷が爆発するんだね。そうだ。スイッチを切ってくれ。3つ数えるから。3、2、1。よーく分かったよ。システムの効果は間違いない。
かつての戦闘区域に今でも残っている機雷に感知されないよう、現代の戦艦も同じ原理で磁気を消しています。すべてポリヤコフが発明した磁気誘導ループのおかげです。イラストリアスは最新とは言えませんが、今もこのような航空母艦が艦隊の軸となっていることは確かです。そんなイラストリアスのハイテクのルーツはブーメラン、タワーブリッジ、補聴器、種まき機、そして宇宙開発競争なのです。